皆さんこんにちは、釣れない釣りログの秋です。私は今日は久しぶりに冬の城ヶ島に向かっています。少し閑散とした雰囲気の島の売店街を抜けて、去年も遊びに来たことのあるこちらの磯にやってきました。いつも通りのこの仕掛けに初めて見るスタイルで購入した青い染めをつけていきます。あ、でも元気元気。何か反応があるといいのですが。当たる落としてすぐに反応があるとわかり、かなりテンションが上がってきました。一体何が釣れるのでしょう。すると何かがヒットしました。釣れてくれたのは急旋か錦ベラでしょうか。冬の海はやはりベラたちが遊んでくれるようです。気を取り直して次なるお魚を狙っていきます。仕掛けをそこまで落としていきます。根に潜られそうになるのを必死で回避して、まさかの2連ベラが2匹釣れてくれました。ということはあの子も釣れるかもしれません。やっぱり北枕が釣れてくれました。きっと海の中はこの子たちだらけなのかもしれません。岩場でのエギング、とにかく根がかりしてしまいそうで、どのあたりまで沈めていいのか、どのくらいしゃくったらいいのか、かなりヒヤヒヤしながら投げていきます。超移動します。すごくない？寒くないの？移動中とんでもないものを発見してしまいました。やばくない？島を散策して堤防の方までやってきました。空いているスペースがあったので、こちらで竿を出してみることに。まだまだ諦めずカワハギを狙っていきます。竿にしていたちょい投げ仕掛けに異変を感じ、恐る恐る巻いていきます。怪しいシルエットが見えてきました。この巨大フグ、どこかで見覚えがあると思ったのですが、なんと去年も同じ場所で巨大フグを釣っていました。さらに風の強くなる堤防、その後もしばらく頑張ってみましたが、さすがに体力の限界です。寒すぎる。外は雨もちらついてきており、
冬の釣りの過酷さを少し思い出させる兆候となりました。帰りの車内で何か皆さんとつながれるような質問回答のようなことができたらなと思い、急遽インスタグラムの方から募集をさせていただくことに。すると短い時間にもかかわらずたくさんのコメントをいただくことができたので、少しおしゃべりしながら回答させていただく、そんな動画を撮ってみることにしました。どうぞ温かい目で見ていただけたら嬉しいです。九州でも釣りしてみたいですか？九州でも釣りしてみたいです。何が釣れるの？ね、九州で何が釣れるのか、佐賀とか大分とか釣りしてみたいです。ぜひ行ってみたいと思ってます。船で釣りはしてみないですか？船で釣りもしてみたいです。何から始めたらいいのか、逆におすすめがあったら教えてほしいです。魚以外の得意料理を教えてください。魚以外の得意料理、得意料理ね、これっていうものはないんですけど、もうおつまみを作ってることが多いかもしれないです。ワカサギ釣りはやりますか？ワカサギ釣り今年もやりたいね。ね、氷の上とかでもやってみたい。氷上ワカサギ釣りのモチベはどうやってあげてますか？となりましたが、またご要望があればやってみたいなと思います。ありがとうございました。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。季節はすっかり冬になり、画面からも海風の冷たさが伝わったかなと思います。初めて質問回答の方をさせていただきましたが、なかなか難しく不手際があったかもしれません。またご要望がありましたら募集させていただきます。質問してくださった方ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。釣れない釣りログ秋。